皆さんおはようございます。ペリオディスタ小沢です。いよいよ2223シーズンのラリーガサンタンデール開幕しましたけれども、えー、今回は現地時間8月の13日土曜日21時キックオフとなりましたバルセロナとラージョバジガーノの一戦についてお話ししたいと思います。結果はエンパティアロ0ゼ 0, 0のスコアレスドローに終わりました。えー、バルセロナ圧倒的に試合のスタッツを見てもバルセロナボール保持率68%で シュート本数は21本、枠内6本が少し少ないかなと思いましたけれども、えー、数字上はやはり圧倒していたというところが出ていますが、意外にもラージョにも決定機を作られましたと。まあ、特に前半のアディショナルタイムアルバロガラシアの決定機、それから後半開始早々のセルビオ加盟所の決定機を手足低提言がストップしていなければ破れていたかもしれない試合でもありましたので、 まあサッカーに判定が違ればバルセロナが、えー、勝っていたかと思いますけれども、えー、決定機の質で言うとラージョが、えー、上回っていた部分もあるかと思いますので、えー、引き分け打倒の試合だったんじゃないかなと、えー、トータルで見ては思います。まあまず、えー、この開幕を迎えるにあたってバルセロナ、えー、新加入選手、それから契約延長というよりも新しい契約を結んだセルジ・ロベルト、デンベレのね、 登録ができるのかという問題で、まあこの夏これだけ大型補強をして爆買いをしたにもかかわらず、開幕になるまでヒヤヒヤしなければいけないというところが、フロント大丈夫かというような会議的な面もありましたけれども、まあなんとか滑り込み政府で、この夏、連発したテコで、4番目のテコで、バルサスタジオの24.5%の権利を1億ユーロで、 えー、売却することに成功しまして、まあその売却先は当初予定されていた、えー、投資グループではなく、えー、地元カタルーニャのメディアプロのオーダーであるジャーメローレスさんの会社に売却ということで、えー、ラパルタ会長からすると、まあ会長選挙に当選して、まあ会長になるための、えー、銀行口座の、えー、証明書預かり金のところが、 えー、手持ちがなかったので、えー、ローレスさんに助けてもらった経緯がありますけれども再び2度目の救いの手が入ったということでまあもうジャンウェローレスには頭が上がらないラボルタ会長になっているかと思いますけれども、えー、なんとかこのラージョ戦にいい新加入選手ただ、えーね、ジュール組んでに関しては <laughs> 登録が間に合わなかったということで、えー、バルセロナ組んでの登録のために2000から3000万ユーロの人件費削減あるいは新たな収入をね、えー、ラリガガに証明しなければ ファイナンシャルフェアプレーの問題から、えー、組んでの登録が、えー、完了しないということで、まあ、おそらくこのラージョ戦に向けての組んでの登録を諦めた理由としてはそもそも、えー、シーズンオフのところでグロンペインの、えー、手術を受けてますので、まあ、それによってプレーシーズンの調整が遅れてましたので、まあ、そこは致し方がないというところとプレーシーズンでリク・ガルシアとクリステンセンの出来が非常に良かったのでピケ、えーまあ、も,、ね、もう戻ってきてますし当然、アラウホもセンターバックで使えますので、まあ、そこまで。 えー、焦って、組、え、ん、ー、では無理やりでも入れなければいけなかったというような台所事情ではないというところもあるかと思いますけれども、改めてこの試合の、えー、両チームのスタメン確認をしていきましょう。はいえー、左ホームのバルセロナ433ですけれども、ゴールキーパー、ティアシテーディフェンスライン右からアラウホが右のサイドバックに入りました、クリステンセン、エリク・ガルシア、ジョルディ・アルバのバックフォ、えー、アラウホが入って、えー、この試合はデストが招集外となりましたので、 まあ事実上、チャビ監督の構想からはテスト外れてますので、えー、まあこの8月中に移籍先をえ探してくださいという意味合いを持った商集外ではないかと思いますので、えー、まあプレミアからいいオファーが届けば、えー、バルセロナとしては売却したいというようなことでしょう。 中盤はブスケツ、ガビ、ペドリの3枚で来ました。前線はこの試合右にハフィーニャが入り、左にデンベレ、えー、センターにレバンドスキーが入ったと。一方のラジオですが、昨シーズンベースで大幅にメンバーは変わっておりませんけれども、えー、まあ予算繰りが厳しい中でも適材適所で選手を取っていますというところで言うと、まあ、新加入で言うと、センターバックルージューンですね。まあ、この試合マリオスアレスはベンチにいましたけれども、 えー、彼が入ってきて、前線はアトレシコでマドリーからローンで借り受けた、えー、若手21歳のセルヒカメージョが先発しましたので、いろいろ監督の、えー、期待も伺かがわせる先発となりました。4 2 3チの夫人でゴールキーパーディミトリエフスキー、まあ、ゴールキーパーでいうと、えー、中継でも紹介しましたガイスパニョールを昨シーズン限りで退団したディエゴ・ロペス、えー、40歳、今年41歳になりますけれども、大ベテランが入っております。 えー、ディフェンスライン右からバリュール、ジューン、カテーナ、えー、フラン・ガルシアの、えー、バックフォー、ドブレピボーテにウナイ・ロペスとパテシスが入り、右に石、左にアルバロ・ガルシアのダイナミックに、えー、機動力もある2人、そして、えー、トップ下にオスカルト・レホ、カメージョという、えー、4231のシステムとなっておりました。 はい、えー、序盤、特に開始10分のラージュのハイプレス、えー、ハイラインも含めてですけれども、ソリッドな守備、非常にハマりが良かったなと、えー、バルセロナ、なかなか、えー、ボール保持のところで、サリーダ出口を見つけられず、えー、前進できずに敵陣に入っていけなかったということで。 えーまあ、ラージョの守り方、まずは紹介したいと思いますけれども、基本的に4、2、3、1なんですけれども、えーまあ、4、2、3、1から可変をして、えー、センターバックにもしっかりと当てていくということで、加盟女、外陸ガルシアを、えー、見て、えー、オスカルトレホがブスケツをまずは締めながら、えー、クリステンセンに出たタイミングでブスケツを切りながら出ていくということで、 まあここからの配球がちょっとバルセロナ、えー、もたついたなというところで、まあ、時間をごとに10分以降15分以降ぐらいですかね、えー、ガビが顔を出してあげて前向きなブスケツに。 パスを入れて、まあ、そこからフリになったブスケスから配球みたいな展開を作って、えー、うまく敵陣に前進をしていましたけれども、えー、それまではちょっともたついたなというところがありましたので、えーまあ、ここでトレフォの、えー、プレッシャーを受けたクリステンセンが、まあ、前にボールを、ね、出すことあるいはドリブルで運ぶことができずに。 すぐに手足提言に戻してましたので、まあ、もちろん戻して深追いはしてませんでしたので、まあ、手足提言に入ったところで3対2を作れましたし手足提言もこういうところまで、ね、持ち運んで、まあ、そこからの配給というところもありましたが。 まあただやっぱりバルセロナのえまあこの試合に関して言うと、やっぱりサイドバックの立ち位置のところが、特にビルドアップのところであまり効果的な立ち位置を取れなかったなというところで、逆にまあここでクリステンサーが持った時にアラウホが近い距離にいて、アルバロ・ガラシアもいますので、例えばトレホが間に合わないタイミングで言うと、アルバロにこういう形でプレッシャーかけられてましたので、もう少しそういうアルバロ・ガラシアがえ入ってこれないようなポジションまで、例えばアラウホが上がっていって、 まあただ、上がっていくとハフィーニャも幅を取りたい選手なのでまあここでローリングみたいなことはあまりねするような関係でも各選手の特徴でもありませんからまあそこが難しいなと思って見ておりましたけれどもまあちょっと前半のところでのビルドアップのつまりサリダ・デバロンでの出口のなさというところはバルセロナ気になりましたしまあただ、バルセロナ15分以降特に20分以降は結構決定機を作ってーゴール前で惜しいシーンを作ったんですけどもそこで言うと えー、ペドリの、えーまあ、設定の位置が高いというところで、まあ、オスカルトレホが行くタイミングでブスケツが浮いてくるので、まあ、そこに対してはラージはウナイ・ロペスを上げて、えー、見させるみたいなところはありましたが、まあ、ペドリがこういう形で、えー、うまくバックステップを踏みながらウナイ・ロペスの背後を取りに行くので、まあ、ウナイ・ロペスもどっちに突こうかなというような。 え迷いを生じるような、えー、ポジショニング局面が結構ありましたので、まあそれによって、まあ結構ナイロペスを引っ張って、えー、ブスケツがフリーになるようなシーンも序盤はありましたので、まあもちろん、えー、ビルドアップのところのね、えー、詰まりを考えると、まあもう少し降りて、まあピックアップして、まあペドリから作っていくというところも考えられたんでしょうが、 まあ今シーズン、やっぱりよりね、怖いペドリ、得点、アシストに絡んでいくというところでいうと、まあ、この試合でも36分にデンベルの横パスを受けて、ペドリが惜しい、緑の強烈なシュートを打ってましたけれども、まあ、ああいう,こう、ね、ミドル、ロングシュートもあるぞというところを見せていくと、 えー、よりアタッキングサードでのペドリの、えー、怖さが際立っていくと思いますし、まあ、チャビ監督になってからずっとね、えーまあ、シャドーストライカー的に攻撃になった時には入っていくんだと、えー、ボックスエリアに侵入していくというところのペドリの、えー、使い方、使われ方、まあ、彼の、えー、そういうタスクの理解というところは個人的には評価してます。 まあこの試合の攻撃決定力不足でのえ最大の要因は個人的にはハフィーニャ・デンベレの最終的にはフィニッシュの精度の低さにあったんじゃないかなと分析をしていますまあ、最終的にアイソレーションして彼らがフリーで受けてまあこの辺からシュートを打つシーンは デンベレもハフィーニャもともにありましたけれども、えー、まあ最終的に、ね、シュート、それからクロスの、まあ、ボールフィーリングなんかはデンベレ悪いなと思いましたしシュートの精度もデンベレ、ね、フリーなところ右側からでしたけれども左足へ打ってというところはあれだけプレーシーズンで、ね、点を決めていたので。 えー、まあ、あの勢い流れがあれば当然1点は決めれたシーンだったと思うんですけれども、まあ、ちょっとそこが、まあ、今日のバルサの攻撃のボトルネックになっていたんじゃないかなと思いますし、まあ、レバンドフスキーに関してもね、えーまあ、シュートチャンス決定機ありましたので、まあ、そこをね、決めきれなかったというところは、まあ、ただそれだけチャンスの、えー、シーンは作ってますし、その決定機の質も高いということで、まあ、さほど心配する必要はないですし、まあ、バルセロナであればこういう試合、 なかなか点が入らずに、まあ、ちょっとね、後半に入ってどんどん焦りが出てくるみたいな展開は十分考えられますので、な、ま、ん、あ、といってもシーズン初めの開幕戦なので、まあ、そこまで深刻に受け止める必要はないかなというふうには思います、はいえー、まあただ、バルセロナ攻撃の課題、それからまあスカットのバランスから見ても、えー、右左のサイドバックの補強はマストなんじゃないかなと、まあ、おそらくチェルシーのマルコス・アロンソは、 ほぼ決まりなんでしょうが、右のサイドバック、まあデストを放出したらというところで動くんでしょうけれども、まあちょっとそこのところは洗う保本色ではありませんし、まあ組んでを右サイドバックで使うのももったいないんじゃないかなと思いますし、まあセルジ・ロベルト後半から出てきましたけれども、まあちょっと質パワー不足は否めないかなと思いますので、まあできればね、アスピリクエーター取れたらよかったんですけれども、 えー、チェルシーと契約延長してしまいましたので、えー、意外にも右のサイドバックが、えー、今一番必要不可欠な、えー、補強ポイントになってるんじゃないかなというようなところが、えー、見えた開幕戦になりましたし、まあ、ただ、えー、後半から入った、えー、ケシエ、それからフレンキー・デ・オングは特に良かったなと思いますし、まあ、彼の、 えー、持ち上がりの迫力、やっぱり相手を一人二人剥がして、えー、持ち運ぶことができますので、局面が一気に変わるスピードアップするというところと、あとはケシエもそうですけれども、インテリオールであれだけ高い位置取りをして、まあ、敵陣深くある意味アタッキングサードでボールをインターセプトカットしてくれるので、えー、フレンキーがカットして、えー、すぐにレバンドスキーがシュートするというようなシーンもありましたので、やっぱり、えー、フレンキー残ってくれるといいなというようなところが、 ね、証明されたこの開幕ラージョ戦でもあると思いますので、まあただクラブとしては、まあ表向きアラボルタ会長も残留してほしいと、えー、嘘800言っておりますけれども、まあ本音は間違いなくフレンキをね、えー、高値で売ってというところと、まあおそらくマジスタイナイテとか開幕2連敗スタートですから、えー、ここに来て焦りもあって、 えー、オファーの非接金の金額積んでフレンキーにね、オファー出してくると思いますので、えー、まあその兼ね合いでフレンキーが出るのかどうかというところも、まあ彼の去手も、えー、今シーズン占う意味では大きな、えー、ポイントになると思いますので、8月の移籍マーケット、えー、閉まるまではバルセロナ、えー、まあ基本的にアウト中心になりますけれども、ね、メンフィスもイベント数移籍間近と言われておりますので、 えー、しっかりと、えー、注視しながら見守りたいと思います。ということで、えー、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。アサラプラクシマ。